ギリシャ海軍の歴史は近代ギリシャの誕生と共に始まった。オスマン艦隊の機関を河川で炎上させ離脱するギリシャ水兵。1821年、ギリシャ独立戦争が始まった時、ギリシャの海上部隊は、イドラ島、スペセス島、ポロス島及びプサラ島の島民たちの商船が中心であった。艦隊は革命の成功にとって、 非常に重要であった。もし、ギリシャが、オスマン帝国海軍に反撃できなければ、孤立した、オスマン帝国の守備隊を救援したり、オスマン帝国のアジア方面から増援を送ることが、可能となり、革命の失敗を招くことになるからである。ギリシャ艦隊の乗員は、経験豊富な船乗りであったが、武装した商船が中心であったため、オスマン帝国の大型の戦列艦と、 直接戦うのは不可能であった。そのため、ギリシャ人は河川を使用し、そして大きな成功を収めた。そのような河川を用いた戦いで、コンスタンティノス・カナリスのような勇敢な船乗りたちは、国際的な名声を勝ち取った。イドラ島のアンドレアス・ミアーリースのような、有能な提督たちや、著名な女性船長であるスペチェス島のラスカレナ、ブーボーリーナの下で、 ギリシャ海軍は初期の勝利を勝ち取り、それによって本土での反乱が鎮圧される心配はなくなった。しかし、ギリシャが内戦に突入すると、スルターンはエジプトのムハンマド・アリーに救援を求めた。内部不安や財政的な問題で艦隊の即応状態を維持しておくことができなかったため、ギリシャは1824年のカソス島及びプサラ等の占領と、 破壊やメトニエのエジプト軍の上陸を阻止することができなかった。サモス島やジェロントズの海戦での勝利にもかかわらず、革命は崩壊の危機にさらされた。だが、1827年にナバリノの海戦で、英仏路の艦隊がオスマン帝国の艦隊を撃破したことで、ギリシャの独立は達成された。イワニス・カポディストリアスがギリシャの統治者になった時、 ギリシャ艦隊の船は、独立戦争の残存艦数席だけであった。当時、艦隊で最も強力は、船は、独立戦争中のアメリカで建造された、フリゲートヘラスであった。海軍はその中枢を殺す島に置き、新たな船を建造する一方、古い船は、次第に退役させていった。さらに、士官の養成に向けた努力も開始された。 1831年にカポディストリアスが暗殺されるとギリシャは無政府状態となりマニハントやイドラ島などで反乱が発生した。この反乱中にポロス島でドックに入っていたヘラスはアンドレアス・ミアーリース提督によって燃やされた。1832年に新しい国王をン一世がイギリス軍艦マダガスカルでギリシャの首都 ナフプリオに到着した時のギリシャ艦隊は、コルベット1隻、ブリッグ3隻、6ゴレッツ、砲艦2隻、汽船2隻と何隻かの小型の船で構成されていた。1846年に最初の海軍学校が設立された。しかし、能率の悪い士官の訓練や、近代化推進派と監修を守ろうとする、独立戦争時の軍人との間の対立により、 制約の多い非能率的な海軍となってしまった。そして、海上警備や海賊対策にも支障をきたした。1850年代、海軍の中のより改革を進めようとする人たちが勝ち、海軍の船の数は増加した。1855年、最初の鉄製スクリュー推進の船がイギリスに発注された。それらは、奇戦パノピ、ブライクセイバラ。 アフロエサ、スフェンドネである。1912年に取られたギリシャ艦隊。1866年のクレタ島の反乱の際、ギリシャ海軍の艦船は、反乱を支援することができる状態ではなかった。その失敗から、政府は、海軍の問題に気づき、次のような政策を打ち出した。それは、ギリシャにとって必要な武器である海軍は、 戦争のためにのみ作られそして勝利を追求すべきであるというものである。そして海軍には装甲艦の購入が始まり1866年にベゾリオズ・ゲオルギオス1868年にバシリス・サオルガ等の新しい大型の艦が加えられた。それは造船業における鉄の使用や魚雷の発明などの多くの革新を反映したものであった。 それによって海軍の状態は変化した。他方、1878年以降ロと戦争や海軍拡張の必要から、サラミス島のファンラマニー地域に新しい大きな海軍基地が建設され、数年後にはアラピス地域に移った。それは現在でも残っている。同時期、海軍兵学校が設立された。レジュニントロデュースドテイトクを長とする。 フランス人の委員会によって新しく進んだ海軍組織と訓練学校の設立による可視官の組織だった訓練が導入された。1889年、ガリロス・トリクピスが首相であった時に海軍はフランスから海防戦艦イドラ級海防戦艦、イドラ、スペツェス、プサラを取得した。そして1897年にキド戦争が勃発した。 ギリシャ海軍は、英ーゲ海の正解権を得たが、陸上での戦いの結果を変えることはできなかった。1896年アテネオリンピックには、男子水兵100メートル自由型が開催されたが、参加資格が、ギリシャ海軍の水兵な上実際に参加したのは、イオアニス・マロキニス、スピリジン・シャザッピー、ディミトリオス・ドリバスの3名のみだった。1897年の戦争後、 ギリシャ海軍に対抗すべく、オスマン帝国は海軍の増強に乗り出した。ギリシャ海軍はそれに対抗し、1909年に、総工巡洋艦、イエロギオフ・アベロフをイタリアから購入した。1910年、タフネル提督を長とするイギリスの施設団が、海軍の組織と訓練の改善を進めにやってきた。そして、イギリス式の管理、組織、 訓練が採用された。襟の海戦。戦闘の艦がアベロフ。バルカン戦争の少し前、海軍は駆逐艦と戦艦の艦隊で構成されていた。その任務は、英語海東部のオスマン帝国領の島のダッシュとその海域での制海権の獲得であった。その司令長官、ポバロス・カウンチュリオティス少将は、ダーダネルス海峡に、 直接向き合うレムノス島のマウドローズ湾に全身基地を作った。ギリシャはトルコの海峡からの2度の出撃をエリの海戦とレムノスの海戦で撃破し、エーゲ海はギリシャのものになった。バルカン戦争後、エーゲ海東部の島の貴族をめぐってギリシャとオスマン帝国との対立が深まった。そして両国は海軍増強に乗り出した。 ギリシャは1910年にアメリカから防護巡洋艦エリを購入し、2隻の超度級戦艦バシュレフス・コンスタンチノスとサラミスや多数の駆逐艦を発注した。だが、第一次世界大戦勃発により、超度級戦艦の建造は中止され、代わりにアメリカから純度級戦艦レムノスとキルキスを購入した。戦艦レムノス第一次世界大戦でギリシャは、 当初中立だった。ギリシャでは三国協商よりの首相と中立を主張する国王が対立していた。1916年11月、ギリシャに圧力を加えるため、フランスがギリシャの艦船を接収した。第一次大戦時のアベロフ。それらは1917年7月にギリシャが連合国側で参戦するまで、フランス人によって運用され、 満足な整備の受けられていなかった艦艇をフランス海軍で整備するとともに最新の兵器を搭載して英ゲ界での戦団合衛や紹介任務に使用された。ギリシャ参戦後、フランスはギリシャ海軍に艦艇を直ちに返還。以後は英ゲ界での連合国の作戦に参加し、それに続きウクライナ方面にあったデニー・キン将軍の白軍を支援するための遠征や 木戸戦争での作戦に参加した。木戸戦争敗北後の1920年代から1930年代のギリシャは政治的混乱の時期であり、経済も悪化した。それゆえ、この機関海軍では4隻の駆逐艦の近代化海層と1927年にフランスから購入した。潜水艦6隻、1929年にイタリアから購入した。 駆逐艦4隻の他は、大型艦で新たな戦力の増強はなく、2隻の純度級戦艦もほとんど行動することはなかった。1935年当時のギリシャの軍艦機1938年、海軍の近代化を進めるため、ギリシャは、近代的な駆逐艦バシレフスゲオルギオス級4隻を、イギリスの造船所に発注した。だが、 ヨーロッパでの戦争勃発により、イギリス海軍の接収に遭い、海軍に加わったのは2隻のみであった。ギリシャが第二次世界大戦に参戦したとき、ギリシャ海軍の艦艇は10隻の駆逐艦、時代遅れの純度級戦艦2隻、装甲巡洋艦1隻、防護巡洋艦1隻、潜水艦6隻であった。1940年のイタリアの侵攻直前のギリシャ海軍は、 艦艇34隻、人員6500名であった。ギリシャ・イタリア戦争中、海軍は、エーゲ海やヨニア海での戦護衛のほか、オトラント海峡で、イタリアの補給戦団に対する3度の攻撃も行った。最も重要な役割は、潜水艦に与えられた。それらは旧式艦であったにもかかわらず、アドリア海で、数隻のイタリア貨物船を沈めた。 ドイツ軍のギリシャ攻撃が始まるとギリシャ海軍はドイツ空軍によって多大な損害を被った。1941年4月の数日だけで25隻もの船を失ったのである。残存艦はエジプトのアレキサンドリアへ逃れた。その後ギリシャ海軍は中東の基地を拠点にして連合国軍と共に戦った。戦争中には何隻かの駆逐艦や 潜水艦がイギリス海軍から譲渡された。最大時の戦力は44隻の艦艇と人員8500名であった。第二次世界大戦後、イギリス及びイタリア艦の獲得でギリシャ海軍はかなり強化された。近代的な海軍ドクトリンに合わせて組織も改変された。1950年代初め、アメリカの軍事援助により、 ギリシャ軍の中核が作られた。ギリシャ海軍は、ボストウィック級駆逐艦を獲得する一方、元イギリス艦は退役した。次に、大きな変化があったのは1970代初頭である。この時、ギリシャ海軍は、地中海沿岸の海軍で初めてミサイル艇と209型潜水艦を発注した。また、アメリカの軍事援助も続いていた。 1979年、ギリシャ海軍はオランダに2隻のフリゲートを発注した。それは40年ほど使用されていた、中古艦ではなく心臓艦であった。最近10年で、ギリシャ海軍の戦力は、最大となった。イドラ級や、追加のエリ級、フリゲート、ミサイルコルベットやポセイドン級209型潜水艦、ヘリコプターが、海軍に加わり、旧式艦は退役した。 また、1992年には、エーゲ海沿岸諸国で初めてミサイル駆逐艦を収益させた。だが、それらは、電子機器やミサイルが、現代の戦場に対応できないためすでに、退役している。海軍の発展はさらに続き、非待機依存推進機関搭載の214型潜水艦や、ヘリコプター S-70B-6、10エーゲアンホク、 ツーブル型高速やアクッション用陸艦が発注された。現在は、エリ級、フリゲート、グラフコース級及び、ポセイドン級潜水艦の近代化が計画されている。また、アメリカからアーレイバーク級ミサイル駆逐艦2隻を獲得する交渉がなされている。ありがとうございます。